船長、この船、セニレーは？ん？フォラムの途中だな。アタリアまで3日ってとこか。そこで降りるってんなら、降ろしやってもいいぜ。そうか。料金は？今日はケチのつきっぱなしだ。よく書いたらろくな目に遭わねえ。つけとくよ。礼を言う。なあに、見たとこ海兵のようだからな。古巣のよしみだよ。やっぱりまだ残ってる奴がいたんだ。入ってきやがる。おのれ。ケイオス。わかってる。ケイオス君。大丈夫。何やったんだ今。まあ今のが俺らが助かっている理由の一つってわけだ。理由って今のどうやったんです？クノシスを消し去ることができる人間なんて。絵を描くのが上手い人もいれば、走るのが得意な人もいる。ハマーのナビゲーターとしての腕は超一流だし、ネットに関する知識も豊富。トニーの操船技術は宇宙一で、彼の右に出る者はいない。自称だけどね。船長は借金の多さでは誰にも引けを取らない。ねえ、そう。いや、おい、なんだそりゃ。誰にでも何か一つ自身を定義付けできるものがあるはずだよ。シオン、君は何によって定義付けられるのかな？え？私は。僕の場合もそう。ただそれだけのことさ。そう、ただそんだけ。はあ、そうか、そうですよね。そう言われてみるとなんとなく理解できます。そういうことっす。そういうことって、え？だってそんな主任納得しちゃっていいんですか？グノーシスですよ、グノーシス。さあ船長、宇宙にほっぽり出されないうちに目的地に向かわなくちゃ。彼女その辺結構ドライみたいだから。ねえ、この仕事が終わって借金返したらケルティアまですっ飛んでって、スパイスシスターズの妖艶かつエネルギッシュなライブを見ようという俺の壮大な計画が。いやー、ガイナンの旦那への返済は土台無理っしょ、多すぎるもん。しかしまたスパイスシスターズ好きだね、船長も。船長、わざわざケルティア組んだりまで行かなくても後で UMN に接続してみればいいじゃないっすか。バッカルー、単に四角屋に送られただけの情報なんざ、マナコに直接焼き付けられた現実の姿に比べりゃへだへ。要はリアリティの問題なんだよ。そんなのどっちだって一緒っしょ。脳みその中じゃ判断つかないんだし。です。とっとと発信させろ。へい、了解了解。それじゃあ僕はシオンたちを船室まで案内してくるよ。よろしくお願いします。ああ、そうしてくれ。本当、役目だぜ今日は。